葉の中に潜ってこのように地図を描くようにアート状にですね、こんな感じでね、いたずらをするのがこのハモグリ、これはハモグリのガなのかハエなのかね、ちょっとわかんないんですけど、ハモグリですねの仕業ですね。まあ、こんな感じでいたずらをするんですね。これ実はちょっとね、全体見ていくとわかるんですけど、この親指のところ、ここにね、蛾がいるのわかりますか？この幼虫、これですよ。これがね、葉っぱの中を直害して、こんな感じでね、これなんでしょうね。わ、すごいですね、このハモグリの被害ですね。彼らもね、生息域がすごくね、広いんですよね。雑草の中にもいるし、こういうみかんのところにも来るし、もちろんレモンにも来るし、柚子にも来るし、もちろん畑のね、お野菜にも来るんですけど、こういうね、若い新芽、こういうところにつくのがハモグリのね、結構特徴なんですよね。以前ハモグリの動画を上げたんですけど、皆さん覚えているでしょうか？どうでしょうか？おはようございます、深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。実はですね、こちら来年のね、予備種ということで、このように春芽をね、芽吹かせていたんですけど、こちら見てください。これなんだかわかりますか？これハモグリの仕業ですね。これ新芽のところにですね、これまあ全て春芽なんですけど、このようにですね、大量にハモグリの被害が今出ています。皆さんのみかんの木どうでしょうか？こちらにね、ハモグリの幼虫がいるんですよね。ここです。これわかりますか？このちっちゃいの、これね、ハモグリの幼虫なんですけど、この中の葉脈とかね、この栄養をですね、葉の中に潜ってこのように地図を描くようにアート状にですね、ニュル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 と、こんな感じでね、いたずらをするのがこのハモグリ。これはハモグリの蛾なのかハエなのかね、ちょっとわかんないんですけど、まあハモグリですねの仕業ですね。まあ、こんな感じでいたずらをするんですね。これ実はちょっとね、全体見ていくとわかるんですけど、ほらすごいですね。これもここら辺一帯がすべてね、新しく出てきた新芽ですね。これはね、一応スズメバチの一種ですかね、これ。この子は。この子ね。今ね、ハモグリの動画を撮ってたら突然やってきましたね。で、このように、今ね、こちらにね、ハモグリの蛾がいるんです。これちょっとね、一枚撮ってみたいと思います。これですね。ここ。この親指のところ、ここにね、蛾がいるの分かりますか？この幼虫、これですよ。これがね、葉っぱの中を直害して、こんな感じでね、これなんでしょうね、ワニですかカバですか分かんないけど、これ古代の文字ですかね、火星から来たんでしょうか、分からないんですけど、こんな感じで絵を描いていくのがハモグリの、仕業ですね。で、これがですね、今、見えるかな？これですね。ここにいるんです。この親指の先端。ここ。ここですね。で、これが、こんな感じでですね、全体的に、すごくね、今ね、ハモグリの被害が出てます。これ来年花をつけるので、
予備種として作っていた枝が、これがね、来年つくのかどうなのかっていうのが、まあ結構ね、問題なんですけど、これなぜかっていうと、こういうのがね、起こると、この葉っぱ自体が、光合成が乏しくなっちゃうんですね。この隣、こちらの葉っぱは、もうね、緑化している。これも、これは春芽ですかね。こちらの芽もですね、こんな感じで、綺麗なんですけど、やっぱりね、この新芽にすごくね、つきますね。で、片やね、まあ、徒長した枝とかね、こういうのもあるんで、これがね、今年出てきた春芽ですね。だいぶこう徒長して、多分90センチぐらいは伸びたんでしょうかね。これもこんな感じで。うわ、すごいですね。このハモグリの被害ですね。彼らもね、生息域がすごくね、広いんですよね。雑草の中にもいるし、こういうみかんのところにも来るし、もちろんレモンにも来るし、柚子にも来るし、もちろん畑のね、お野菜にも来るんですけど、こういうね、若い新芽、こういうところにつくのが、ハモグリのね、結構特徴なんですよね。今ね、こんな感じで、ニジラッカがね、徐々にこう、始まるシーズンなんですね。こちらがね、だいぶね、みかんの実もね、いい感じで、ついては来たんで、これ有用化ですかね。これ一つこちらはね、摘果した方がいいかな。これはこういうところにね、ちょっと傷がついてますね。で、こちらの予備紙の方も見てみると、やっぱりね、ほら、すごいですね。もう全体的に、もうハモグリの影響ですね、これ。これ何アートですかね、これ。このアートすごいですよね、これ。ピカソを超えるんじゃないですか、これ。こんなにすごいですよ。これもう、この芽全体が春芽なんですけど、こんな感じでね、全体的にやられてます。ちょっとね、他のところもね、予備紙作ってるんで、こちらですね。こちら。ほら。これもすごいですね。で、ハモグリは、対策が結構難しいんですよ。これがね。で、見ての通り、この葉っぱ全体的にもうハモグリの影響がすごいですよね。ハモグリ、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 ハモグリってね。もう、全体的に被害がね、及んで。あ、これも、ハモグリが、幼虫ですかね。これですね。この親指のところ。ここにハモグリがくっついてますね。葉が中にいるの分かります?これ。中にいますね。こいつが悪さをするんですよ。こうやってね、アート上に、この中をね、泳ぎまくるんですよね。こいつが。こいつっすね。で、これは、ハモグリバイとかハモグリガの、被害なんですけど、ここまで来るとね、これもほら、幼虫ついてますね。ここに。ここに幼虫がついてます。これと同じですね。これと同じ。こんな感じで。ところどころね、これ多分全体的に幼虫がね、ついてんじゃないですか、これ。こちらもね、予備紙を作っておいたんですけど、ほら、これも、ここに、ここですね。これ、ハモグリが、こんな感じでアートを作ってね、来てますね。こちらもですね、全部ね、柔らかい新芽についてますね。こんな感じで。今ね、このようにね、緑化していってですね、だいぶね、こう、春芽もね、伸長して、で、みかんの実も、徐々にこう、大きくなって、時にはこのようにね、二次落下現象で落ちたりとかですね、まあ、生理落下。が起こるんですけど、こういうね、やっぱりね、硬い芽、そういう硬い芽の方には
もう緑化してる芽ですね。こういうのにはつきづらい傾向があるんですけど、どちらかというとこういう柔らかい芽にね、もうつきますよね。こういうのにね、ほらつきます。まあ今年はなんかそういう被害が多いのかなって。これ日照が原因だと思うんですよね。じめっとね、湿ってる気候がね非常に多いので、もうここら辺全般的に、これも予備紙、全部予備紙なんですけど、これ全体的にね、ほらこんな感じでね、ハモグリの被害を、食害を受けてますね。こんな感じですね。これ黒点病になりやすいのかな。こういうのは落としておいて、ね、病気になりそうなのはね、もうこういうのはね、もう生理落下するんでね、いらないんですけど、まあ、全般的にちょっとね、みかんがね今傷がついてるような感じもあります。まあだいぶ日照不足なんで、この後ねみかんがうまくね生育してくれるか。これは綺麗なみかんですね。ね、こちらも綺麗かな。これ若干傷がついてますね。こちらも、これもすごいですね。これもほら、これも世界地図じゃないですか、これ。これもね、ハモグリがどっかにいると思うんですよね、この中に。これはもう出ていったかな。すごいですね。こういうのがね、ハモグリの特徴です。ということで、まあ皆さんのみかんの木ね、今6月に入ってだいぶね梅雨が雨が多いですよね。そういう中で病気が発生しやすいっていう、まあ一つはね病害虫、まあもちろんこのハモグリのねこういう影響以外にも、すす病とかね海洋病とかっていうのがこの6月から非常にこう発生しやすい時期になります。で特に海洋病とかはね越冬します。すす病もそうなんですけど、まあ、それが、まあ、2月3月ぐらいから徐々にね活動が始まって、4月ぐらいの新芽、そういうのがこうついてですね、雨が降ったり湿気伴ったり、そういう時にどうしてもねこういう株の中にですね伝播しやすくなるようになります。これは環境的な要因で、路地でやってるものはもう仕方ないですね。鉢植えの場合はそういう心配はないんですけど、これも新芽ですね。鉢植えの場合はね屋内で管理したりね、まあいろいろとね管理してあげると管理しやすいのかなと思うんですけど、路地の場合はねどうしてもそういうのがね起こりやすくなります。まあ今年は全般的にハモグリの被害がね多いですね。もうね多いです、このように、ね、まあ前回もね6月からの病気ということで動画の方ねご紹介してます。そちらの方でも、まあ、海洋病とかね本当出やすい時期になってるので、まあそういう場合はですねできるだけねこういうカレーだとかね、あとはもう透かしておくとかね、まあ切り詰めて新しいね夏芽を出していくとかね、まあそういう剪定をしたりね、まあ、そういう予防対策、まあもちろん薬も一つの方法ですけど、そういったのをねするのがね非常にね多くなる時期になると思います。あ、いましたね、ほらここにハモグリの幼虫ですね。これハモグリのこれが悪さしますんでね、こういうのはね適用しておきましょう。まあということで今日はねハモグリの被害がものすごくね、多かったので、まあちょっとね動画でご紹介させていただきました。ということで、いつもね動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。